こんにちは。ちょっとさっき、もうこれ何回目だろう 3回目ぐらいなの。やっと、ごめんなさいね。ちょっと、アクシデントで、さっき音声聞こえてなかったみたいなんですけど、今多分聞こえてると思うんですが、いかがでしょう？大丈夫かな？なんでダメだったのかな？でもなんかさっきのやつちょっと聞いてみたら、なんか後ろの方でコソコソって聞こえてるんで、よかった。あ、よかった。ゆうさんごめんなさいね。すいません。あれ、まあ、なんでかしら。でね、今日は、前に言ってたタイルのね、書きかけタイルが山のようにあるから、それをこう、途中のやついっぱい、集めて、どれ、聞こえてまーす。よかった。そう。で、これ、書きかけのやつがあったんで、これを書こうと思います。多分このなんか色を試してみたのかなと思いますけどね。ピンク。なんでこの中途半端なんだろう ちょっと他のとこもピンク塗ってみる？もうさっきすごい一生懸命喋ってたのに。あ、すいません。でも呼ばれちゃったら行かなきゃいけないですね。待ち時間。ごめんなさいね。そう、病院の待ち時間見てくださってる方がいて。すいません、なんかさっき音声がちょっと、これピンク塗ってみようかな。春らしくていいね。これいつ書いたやつかな、ちょっと覚えてないんだけど。この濃いっていうペンさ、ちょっと溶けるんだよね、水にね。でも私青がすごく、なんか汚い色が ちょっと水入れてきたの。水をさ、ああ、水がドバドバ出る。溶けるのよ。濃いって知ってます？濃いブラッシュ。ね、ちょっと水がビシャってなっちゃった。どうしよう。えい、洋服で拭くか。そう、私今日から、マッシュマニアっていうね、ブランドのイベントでポップアップショップがある予定だったんですけど、なんとね、会社ので、コロナの感染者が出てしまって中止になっちゃったんですよ。なんでね、ほんと今日からめっちゃんこ忙しくて、もう私あれですね、全単語書く暇ないわみたいな感じだったんですけど、急にぽっかりと 時間が。あ、とはいってもね、仕事も午前中ちょっとして、で、午後からまた打ち合わせがあるっていうことなんで、あれですね、テレワークですけど、だからまあその間にちょっと、書こうかなと思って書いてます。で、タイルの救済ですね。そうそう、最初のなんか3枚ぐらい救済って まあ、ちょっと書きかけのやつを書き終えたんですけど、最初どうだったのかが見たかったっていう。あ、そっか、そうですよねと思って、今日じゃライブでやろうと思ってやってます。私すごい適当に色とかつけちゃって。それでコロナの方、私違う、全然違う部署で職種も全く違う方なんで、あと私あんまり会社に行ってないっていうので、全然私は大丈夫です。なんですけどね、同じ部署の方とかはしばらく出社できないみたいですね。そんなこんなで、そうなんですよ。会社も消毒してみたいな、なんか大変ですよね。初めてでもないけど、まあ、会社で、その近くで出たのは初めてなんで。ね、きっとかかった人も大変だと思う。ね、症状が軽いといいんですけど。そう、だから、そうそう、お店ね、やってないんですけど、そうなんですよね。お知らせ、お客さんにお知らせがちゃんとできなくて申し訳ないと思って。ネットとか、その、メール見られる方はね、中止だって分かってると思うんですけど、お手紙とかでお知らせした年配の方とかはもう今日行っちゃってるみたいで、うちの課長が対応してますけど、本当申し訳なかったです。
や私も行きたかったんですけど、それでイベント中止。そう、あ、そうなんですよ。あ、そうそう、それもなんだろう、ストーリーズ載せようかなと思ったんだけど、なんかまあそこまでなんでかなと思って調べたらすぐ寝てきますのでいいかなと思って載せなかった。こういう時ってどうするんだろうって、ね、私もなんか全然知らないけど、ちゃんとあれなんですね、社会的に言わなきゃいけないみたいで、やっぱり、はい、隠さずに。そうなんですよ、大変なんですよ。なんでね、まあ、皆さんもお気をつけてって感じです。うん、で大阪のポップアップはね、大丈夫、やって大丈夫という判断なんでやりますやる予定、今のところね。京都も行きます。うん、まあ、なんであんまり私もそのに気をつけて過ごそうかなっていう感じですね。どう気をつけていいのかちょっと分かんないですけど、うん、かわいいですねこれ、なんか知んないけどなんか知んないけど、私慌てて、だから今日からポップアップの予定だったから、昨日もなんかもうボロボロになり、ボロボロじゃないけど結構ハードな日々を過ごしてて、仕事とか片付けるのに、その中私もう美容院に行ってね、髪の毛なちゃんとしようと思って行ったりとかしたけど、結局今日なくなっちゃったからなんか美容院行って髪の毛ツヤツヤなんだけど私ちょっといいトリートメントしてくださいとか言って、ね、そうなんです。まあそんなこともありますよね、うん、本当にびっくりですよ、すごいタイミングだなと思って。そう、あと私顔なんだっけな、目の周りが腫れるみたいな話前にしてたんですけど、なんかもうどうにもこうにもな感じになってきちゃって病院行ったんですよ。もうこれまたポップアップショップもあるし、人前にね立たなきゃいけないからちょっとなんとかしようと思って、そしたら化粧品かぶれだそうです。なんでも化粧禁止令が出ちゃって、すっぴん、花粉症なのかなと思ったら花粉じゃないということでした。花粉はこんなんじゃないんだそうです。花粉じゃない、あとホルモンバランスの崩れって言われたんだけど、うん、ああそうですかみたいな、ね、嫌になっちゃうわ。そう、でもなんかしばらくすっぴんで石鹸で顔洗って何もつけないで本当お薬塗ってるだけなんですけど、非常に体調、そう、非常になんか顔の調子が良くて、私なんか今までいらないものをつけてたんだなっていうのがよく分かりました。私なんかすごい好きなの、美容液とかなんかそういうのしかも毎日同じのをつければいいのに、なんかいつもいろいろ買ってその日の気分でこうなんていうの、今日はリラックス系とかとかね、いろいろつけてるからどれが原因か全く分かんなくて、もう先生につけすぎって怒られました。でなんかこんなにつけてたらどれが原因か分かんないから、パッチテスト やりたいやってもいいけどすごい大変だよって言われて、手になんか手に全部塗って何日かお風呂とかも入る時も洗わないで、なんかかぶれる、何がかぶれるのかってテストしなきゃいけないらしくて、超大変なんですけどって感じ。要は目の周りだけなんで、多分なんかそのアイメイクかその目の美容液みたいなやつとかどれだろう分からん。あとメイク落としとかかもしれないって言われた。メイクあんまり しないんだけど、そうメイクはねあんまり最近ほらリモートだからする機会ないじゃないですか、うん、そうですね。
ね。でももうファンデーションかもしれない。ファンデーションも最近変えたんだよな。なんだか分かりませんね。今までそんなね、私の何かにかぶれるなんてことないぐらいもうすごい強靭な肌だったんですけど、だからなんかすごいにじんじゃったから、ここね、にじんじゃったからごまかして。そうなんですよね。なんかもうほとんどこれシェーリングだけだね。もうなんかタングル終わってたのに、なんでここで放置しちゃったんだろうって感じ。なんででしょうね、わかんないもんですね。これ結構いいタイルだと思うんだけど、早く終わらせて次に行きたい感じですか。そんなことない。なんか雑だな、ちょっとすみません、私の雑表。あとそう、クラスマスカラ、あマスク、でも私本当にお化粧するのって最近ないですよ。あれが、あの本当にあれです、ワークショップ、月一のワークショップとか、あの会社に行く時かマスカラつけてますけど、そんなになんか狂ったようにはつけてないんだけど、なんだろう、アイシャドウ、アイシャドウでもね、目の下がかぶれてるから、多分目の周りに塗ってる何かだと思う。なんか最近ちょっといいやつ買ったんですよ。全然よく、私にとっては良くなかったのかもしれないけど、それかな。まあ皆さんね、だからいずれにしろ、あのいろいろ塗りたくりすぎにはお気をつけくださいって、自分ですよね。私だってなんか楽しくないですか、なんか楽しくなっちゃって、私いろいろ買っちゃうんだよね。ね、だからまあ、あのしばらくすっぴんで、でも私なんか昨日の美容院ですっぴんで行って、なんかすっぴんの自分の顔、まあもちろんマスクしてるから半分隠れてるからいいんだけど、結構すっぴんの方が若く見えるなと思ってすっぴんでいこうかななんて、そんなことがございました。すっぴんお綺麗ですよ。いやいやいや、そうですかね。いやいや、もうすごいひどいんですけど、うん、ひどいんですけど、でもなんか息子はね、とか息子はね、お母さんは化粧をしない方が可愛いよって言ってくれるんで本当かな。なんであのその言葉を信じて、うん、あんまり、まあ、もともとそんなに濃い結構ないんですけどね。まあでもあんまり肌には良くないっていうことですね。いやー、こんな悩みが起こるとは思わなかったですよ。うん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 、美容院鏡に映った自分の顔見るのが拷問なのでいつもやったマジですか、可愛いのに。え、でもなんかあの美容院に映って喋る顔ってあるじゃないですか、あの顔を見てはあこれはいかんとかね、なんかあそこでなんかちょっといろいろ軌道修正してるとこないですか。なんか私結構そういうとこありますね。なんかあの、あこの笑い方はダメだとかあそうか、こういうふうに笑えばいいんだなとかね、そういうあんま人と会話してるし、なんていうのかな、姿って見ないですよね。だからすごい勉強してますよあそこで。そんなことないですか、ネタフリですか。私昨日もう本当に疲れ切ってっていうか行ったら寝ましたね、完璧、完全にシャンプーで気持ちよかった。シャンプーとちょっとねいいトリートメントしてもらった。めっちゃんこ眠たくって寝ましたね。あそうそうそう、クラス101を何だっけ、101って言うんだよね私なんて言うのか分かんなくてずっと101って言ってたら101って言うんだって。あれね、昨日開校っていうか、あの早期早割りオープンしました。うん、実際の授業は5月の10何日18とかから始まるんですけど、早割りはね今日
昨日から昨日の5時からでもうね第1弾は売り切れましたね。早かった、ありがたいことです。ですごくにじんじゃった、ここ失敗はオポチュニティ、そのクラス、あ、買い込めでございます、ありがとうございます。もうねあれがまた大変だったんですよ。あ、すいません見えてないそうそう、あれ大変なんですよすごい大変なんですよ。あ、でも楽しいんですけど、あれはねいろんなこのカリキュラムとかを全部でやっぱ自分でもちろん当たり前なんですけどね飛び込みました。おー、ありがとうございます。もちろんね当たり前なんだけど自分で考えなきゃいけないんですよそりゃそうだって。でなんかその101の人たちもなんかいろいろお手伝いでこんな風にしたらいいんじゃないかみたいなことをまあ話し合いみたいなのはするんですけど、あのズームでね。でも私すごいなと思うのはな、すごい完全にこう私を信じてくれてるんですよね。全体的にもう全面的にもう先生のことを信用してますので、あのあとはもう先生決めちゃってくださいみたいな感じ で最近そのなんか人を信じるってすごいすっごく大変なことだと思いません？あのあこんにちは、私もです、飛び込みました、イエーイ、ありがとうございます。そうそう、だからあのもう全なんていうかな、何をやっても大丈夫です大丈夫ですっていう感じなんだよね。本当にと思うけど、すごいそのしかもなんかそんな会ったばっかなのに信じてくれるんだと思うとすごいなって思うんですよね。あのシンガポールのそのセブンフォレストファイブリバーズっていうグループがある、あの CDT のチームがあって、そこの方もそのそこの方とも仕事したことがあって信じてくれるんですよね私のこと私ってか全員のこと、うん、あ、休憩時間終わってしまった、あ、そうですか、うん、また見てください。そうだからそれもすごいなっていつも思うんだけど、私のことじゃなくてそのシンガポールの人全員のことを信じてくれてるけど、あの CGT 向けのこの講座のクラスをやるんですけど、まあ、こういうのやろうかなってっていう相談、まあ、一応最初はこうちょっと軽く相談に乗ってくれて、でもだんだんなんかもうそんなに相談できないですよ。もう私途中あんま詳しいこと言い出すと、あ、それも自分で考えてくださいみたいな、あ、そう、どういう言い方か分かんないけど、シンガポールの人だあのあなたに任せますみたいな、あなたを信じてるからって感じなんだよね。すごいと思って、だから私も、ね、そういう風になりたいって思ってるんですけど、何の話って感じですね、うん、あ、京都でお会いできるの楽しみにしても、私も楽しみでございます。なんか私関西でさ会えてない人がすごくいっぱいいるから楽しみなんです。なんかちょっとがっかりしないでくださいね、私もなんか思ってた人と違うみたいな本当にやばいやばい、変な動きとかしてるかもしれない、変な動きとかするかもしれない。そう、何の話だったっけ、あ、そう、人を信じる話ね。あ、そうで、そのこの前そう、まあ、なんか映画とか行っちゃいけないとか言ってけど映画見に行ったんですよ映画見に行ったの、息子が見たいって、あのディズニー見たいって言ってたから、あの ラーヤのなんとか、よかった、すごく。それもね、人を信じるって話なんだけど、ね、私も人を疑ったり自分の思い通りにするのって、思い通りにしたいとか、なんで私の思い通りになんないのって思うことあるけど、なんか一回こうそう思っちゃうことね、あるよね。私も絶対ないなんて言わない、本当にあの私の思った通りになってほしいって時もあるけど、そこをね、そこでこうどんだけその人を信じられるかみたいな、それの力だよねってね、真面目に言っちゃうよなかなか難しいけど、でも最近それをやろうってテーマにしてます、うん、
いろんな場面で。もちろん生徒さんのこととかもそうですね。授業絶対に絶対に大丈夫、絶対に書ける信じてる、信じてます。まあ、あと自分のこともね、信じなきゃダメだから、自分のことも信じるみたいな。なかなかね、まあ、疑い出したらもうキリがないしね。そうそう、すぐ騙されたとかするんだけどそれもいいか。あ、そう、悪いやつに騙されたらまずいよね。だからそこの見極めもね、大事だよね。そういうとこみんなどうしてるんだろう。そう、とにかくその、まあ、ワンオンワンの話に戻ると、まあ、そうすごいね、信じてくれて、まあ、何を出してもいいと思います、それでみたいな、ちょっとここ変更したいと思います、いいですよそれでって感じで、ああすごいなって思いました。うん、今日ホテルの再開楽しみ。あ、私もでございます。そう、信じるって大切だけど、すごく難しくないですか。難しいことでもあると思います。うんね、なんか綺麗になってきたかしら、どうかしら。救済、これタイルの救済のあの日なんですけどとにかくカキカキのタイルねいっぱいあるから、ちょっとずつ終わらせなきゃ。あ、最初の書き始め撮るの忘れた写真、大失敗だ。スクショでいいか、ね、あとこの辺どうしよう。ドラマ足りないからドラマにしちゃおうかな。京都ね、なんか桜がちょうどなんかの満開になりそうですよね。嬉しいな。救済タイルと思いません。あ、本当ですか。もうすごい山のようにあるから、ちょっとずつ片付けていかなきゃまずいですね。でもなんかすごい良くなってきましたね。あ、そう、これもだから信じるというテーマでいくとね、絶対に良くなるって信じれば絶対良くなる。だけどその時はなぜか書くのやめちゃったんだよね。なんでだろう。多分ピンクここに入れてあちゃーってなったのかなんか違うみたいな。あ、ピンクじゃなかった今日の気分っていう日だったんだね、きっとね。でやめてしまった多分。こんなにしてみるか。ふにゃふにゃ葉っぱがなんともかわいい。わーい。いや、なんか最近皆さんあれですよね、インスタライブすごいやってて、いつもこの話してみんなすごいなと思って見てる。最近できてなかったから。でもたまにやってる方のは見てます。でも全部は見れなかったりするけど。よし、こんな感じかな。いつかもうこんな感じで OK? Maybe finish? こんな感じ。かわいい。OK? かわいいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、もう一枚ぐらいいくか。てれんてれんて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 ん。これだ。じゃーん。うわー、なんだこれは。なんだろうこれ、多分これグレーペンの練習で塗ったんだけど、なんか飽きちゃったんだね。疲れちゃったんだなきっともうね、そういうことってあるよね。何だったんだろうねこれ。なんだろう、これどうすればいいんだろうね。何がしたかったのかもさっぱりわかんないけど、多分このグレーのトーンを落としてどうにかしたかったんだろうけど、どうにもこうにもですねこれ。
ちょっと複雑に描きすぎちゃったんだな、きっと。違いますかね。ちょっと整理していこう。これ超適当なのがバレバレだけど。なんか緊急事態宣言ももう解除されるっていう話でね、どうなっちゃうんですかね。本当にオリンピックやるのかしらとかね。ゴールデンウィークにまたどうなるかですよね。このまま解除されて、なんか人また増えちゃったりとかして、ゴールデンウィークって私毎年超ウキウキなのに、今年は今年も特に予定ないしね。どっか行きたいけど行けないだろうしな。いつになったら行けるのかな。久しぶりにあれですよ、京都超楽しみ。これどうにもこうにもなんない感じしない？独り言独り言って感じ。やめた気持ちがわかるわ。なんでこれ始めちゃったんだろうって感じ。色使ってみようかな、ブルーとか。あ、わかった、グリッドタングルとかにしてみようかな。なんだかねって感じじゃない？困るわ、こんなとこで放置されちゃって自分だけど。ね、この前なんかのインスタのやつで、この書き方はの動画はどこにあるんですかっていうか書き込んでる人がいた、外国の人がいたけど、そういうんじゃないんだけどなとか思って、何でも動画じゃないんだけど、ね、まあ、でもやってみたくなるんだよねきっと。どうにかしていこう。あ、でもなんか顔の調子は良くなってきたな。ちょっと顔の調子っておかしいけど、今日あたりお化粧できるかしらっていうね感じっす。なんかこのどうすればいいんだろう、これは本当に困るわ。こんなんで終わりにされちゃったら何がしたかったのかさっぱりわかんないんだけど私。もういいや、楽しく線を引いていこう。ノーミステイク。なんかあっという間に3月も終わりそうだし、4月は何があるんだ？ AE が始まるんだっけ？恐ろしい。そしてセミナーも始まるよね。37期セミナー。またオンラインみたいですけど、受ける方いるかしら。私の中では分かってるのは何人かいるけど。まあいいや、これちょっと続きはまた今度。あははははじゃないよね。なんかちょっとこう色でも使わないとまとまらないわって感じ。そんなことないですか？すごく難しい書きかけタイルだったこれ。
ごい時間かかっちゃう。あ、ピンポンが来ちゃった。誰かいるね、はい。というわけでね、今日は、救済タイルでした。ピンクとちょっとブルー描きかけです。あとこれも仕上げて載せてみようかなと思います。はい、見てくださって、見てくださってありがとうございました。それではまた会いましょう。シュアゲイン、バイバーイ。